僕の名前は下駄花尾。葬儀を担当させていただきます。下駄と申します。はい。僕は火葬場職員と葬祭社職員をしていたことがある。これは葬儀社時代の話だ。葬祭業というのは気遣いが求められる職業。突然のことで何が何だか。お察しします。僕らが接するお客様は親しい人を亡くしたばかり、心中穏やかなはずはない。たった一つの言葉、些細な振る舞いに心乱されることもある。お線香をあげてくださらないの？はい、ただいま。ご遺族様、個人様への気遣いを欠くのはあってはならない。今回僕が担当するのは40代男性の葬儀。もしは少し若い奥様だった。葬儀の会場ですが。ごめんなさい。いえ、大丈夫です。お打ち合わせに際しても涙で言葉が出ない時が多々あった。葬儀のプランなどが決まり、いよいよお通夜という時。下駄、あさっての火葬だけどさ、お前初めての場所だろ。気をつけていけよ。え、どうしてですか？ちょっと厄介なのがいるからさ。先輩から火葬場についてある話を聞かされた。何でもそこの火葬場は時間にとても厳しいらしく、1分でも遅れて入ると怒られるというのだ。1分でもダメなんですか？そうなんだよ。だから早め早めに行動するように。厳しい。わかりました。そしてお通夜と告別式を経て、いよいよ火葬場へ向かう。こちらへどうぞ。もし様はかなりお辛そうだったが、なんとか時間通りに進行していた。余裕を持って火葬場に入れるようにしていたが、ん？あれ？どうしたんだろう。霊柩車が火葬場に到着したが、もし様がなかなか降りてこなかったのだ。様子を見に行くと。どうかされましたか？あ、すみません、ちょっとお腹が痛くて。え？大丈夫、すぐ良くなります。ちょっと休ませていただければ。お腹を抱え油汗をにじませている。僕はそのまましばらく待機していたのだが、もしよろしければお手洗いに行かれては。いえ、大丈夫、大丈夫。体調ばかりはどうなるものでもない。時計を気にしつつ僕は火葬場の受付へ走った。時刻は火葬開始予定時刻の5分前。14時から予定の柴崎家様ですが、墓主様が体調不良で少しだけ待ってもらっても。え、大丈夫ですか？時間は大丈夫です。救急車とかは？とりあえず大丈夫です。受付の方は心よく大丈夫ですと言ってくださった。いかがですか？すみません、落ち着いてきましたからもう大丈夫。墓主様は落ち着かれたようで、霊柩車の助手席から降り立った。棺は火葬場内に運び込まれていて、他の遺族様もお待ちの中、墓主様が加わったその時だ。遅いだろうが、もう5分も過ぎてるぜ。え、火葬場の職員らしき男性の声が響き渡った。墓主様は驚きで声も出ない様子だった。申し訳ありません、急病で。受付の方にはお話ししたのですが。そんなの知らん、時間厳守だ。後の予定があるのに困んだろ。社会の常識だろ、バカが。時間に厳格なのは分かっていたが、まさかここまでとは。お焼香をお並びください。はい。そして僕を無視する形でお焼香が始まった。時間が過ぎていたためか、棺が火葬炉へ送り出されるのもあっという間だった。はい、じゃあ控室でお待ちを。その言葉を残して職員の方は立ち去ってしまった。そして2時間ほど経ち、お骨上げへ。こちらが喉仏、仏様が座っている姿によく似ていて、とてもありがたいものとされています。へえ。なぜか先ほどと打って変わり丁寧に説明しているが、激怒を見た手前誰にも響いていない。あんなにぶしつけな態度を取られたのだから当然だろう。喉仏は最後にお納めします。墓主様ともう一方お近い方で。お骨上げの間は終始重苦しい空気が漂っていた。滞りなく全てが終わり、火葬場を出るとき、それまでうつむいていた墓主様が不意に立ち止まった。お姉さん。そしてその場で声を上げて泣き出してしまった。その場にいた誰もが困惑した。なんでこんなことに。どうしたんですか？もう終わったんだから。私のせいでごめんなさい。墓主様は火葬の開始時刻が遅れてしまったことを気にしていた。私お腹痛いなんて、あんな時にごめんなさい。そんなお姉さんが気にすることないですよ。そうですよ、兄がいたら怒ってたとこですよ。最後のお別れ、それが台無しになってしまったと思われたのか。申し訳ありませんでした。え、墓主様が気に病むことは全くありません。不快にさせてしまって申し訳ありませんでした。火葬場職員の不始末で葬儀屋が頭を下げる義理もない。だが少しでも気持ちが収まれば。葬儀屋さんは悪くないですよ。姉さんも気にしなくていいじゃないですか。ごめんね。幸いご遺族様に咎める人はいなかった。時間に遅れたことは事実だ。しかし今回のような急な体調不良の時まで、あのように声を荒げることはないのではないか。もともと虫様はこの度の辛労でお疲れの様子だった。
相当無理をして今日という日を迎えられたのかもしれない。僕は同じ葬祭業に携わる者としてあのような振る舞いが許せなかった。ああ、そりゃいけないな。ちょっと空気入れとかないと。はい。その日に会ったことを先輩に告げ、上司から九段の火葬場へ注意を入れてもらうことに。最終的には火葬場ではなく火葬場を管轄する市役所へ報告したようだ。下田君はまだ若い。あんな仕事をしちゃいけないぞ。もちろんです。いくら優れた技術を身につけてもああはなるまい。人として大切なことを学ばされた出来事だった。